マブラブ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、タケルとメイヤの誕生日当日ですね。めっちゃうるさいな。あ、もう。あー、くそ。目覚まし時計で起こされるなんて久々だな。なんでこんなもんが？ 10 時？なんか静かだな。スミカはいないか。メイヤ？メイヤもいないのか。月読みさんもいないし、サンバカもいない。だいたい部屋のエアコンがついてない。誰もいない証拠だろう。トイレにもスミカはいない。ほんと。その確認はどうだろう。おかしいな。みんなどこ行ったんだ？静かなもんだね。それそうか。隣近所なんていなくなっちまったんだから。でもって、だーらだらだ。寒い。日めくりカレンダーはめくられてるんだな。ちゃんと16日になってる。今日はメイヤの誕生日だぞ。俺の誕生日でもあるけど。そういや、スミカのやつ、メイヤの誕生会のこと、全然言ってこなかったな。俺もすっかり忘れてたし。仕方ない。せめてケーキくらい買ってきてやるか。左怪しすぎるだろ。ケーキって案外高いんだな。コンビニで見てるともうちょい安いのに。こうやって準備を始めると、なんだかケーキだけじゃ物足りない気がする。他に何か買うものあったかな？そうだ、ぬいぐるみ出る箱。いくらなんでも抜き出しはひどいよな。そら、ラッピングって難しいんだな。なんで店員はあんなに簡単にくるくる積み上がるんだ。これがスキルの差か？うわ、よっほ、よいしょ。よっしゃ。多少歪んでるが、こんなもんだろ。そういうリボンがねえぞ。俺って間抜け？そうだね。どうしてこう俺って、わあ、もう。何？あ？スミカ？白金かける発見しました！あ？あ、いたー！まったく、どこほつけ歩いてたのよ！もう、計画が狂いまくりですわ。何の話？はい。はい、わかりました。直ちに連行します。は？聞いたわね。連行！ああ！おい、ほら。あのさ。何さ？縄ほどいてくんない？ダメ。じゃあさ。何？目隠しとってくんない？やだ。ならさ。もう、おとなしくしていてくださーい。できるか。なんで俺がこんな扱いを受けなきゃいかんのだ。月読みさんに言いつけるぞ。いいよ。何？じゃあメイヤに言いつけるぞ。全然オッケー。じゃあな。もう、おとなしくしていてくださーい。できるか。ほんと、こらえ性ないんだから。そういう問題か？じゃあ、そろそろ目隠し取ってあげよっか。そうですわね。取れ、早く取れ。暴れちゃダメだよ。さーてね。じゃあ、行くよ。いっせーの。せっ。の。一番左が、なんかめくれるようになってるけど。ハッピーバースデーの、あれ貼ったんだな。あ？誕生日おめでとう！あの隠してる部分が、あれか。多分、メイヤ様、タケル様、お誕生日おめでとうなんだろうな、多分。おめでとう！じゃないけど、ございます！タケルさん、お誕生日おめでとうございます。タマ、それにみんな。タケルちゃん、こっちに来て。うわ、でかでかいだよね、多分ね。これはそなたのケーキだぞ。メイヤ、日本のマスコミに知られぬよう職人を呼び寄せるのはかなり苦労いたしました。直接現地まで迎えに行ったんだよ。もう飛行機やだ。あら、
私は楽しかったですよ。ひょっとして昨日姿が見えなかったのは。そうだ、リムジンにつくみさんとスミカが乗っていたのは。申し訳ありません、本当のことを言うわけにいかなかったものですから。じゃあ学校でみんながそっけなかったのは。誰かさんは詮索好きだから不自然じゃないように振る舞うのは大変だったわ。不自然だったけどな。タケルちゃん、はい、プレゼント。おう、あ、そう、行きたいところですが。ですよね。誕生日おめでとう。あ、メイヤ様、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。どういうことだ。タケルちゃんとミツルキさんが同じ誕生日なのにお祝いしないわけないじゃないねえ。うん、メイヤちゃんおめでとう。これは何分このようなものを2つですから苦労いたしました。だろうな。しかし、これほど楽しい苦労も想像できるものではございません。じゃあ、みんなでプレゼント申請。ちょっと待て、そなたら限度というものを。皆様からのお気持ちでございますよ。タケルちゃんも、はい。あれ、ドスってあれじゃないんだ、キョコって感じだったけど。気に入ってくれるかな。なんだろう、あ、ゲームガイ。パソコンは無理だったけど、これも欲しがってたよね。どこも売り切れで、鏡さん苦労してたのよ。ケイちゃんが見つけてきたんだよ。あるところにはあるから。まあそれはそうかもしれんけど、みんな、なんだこれ。なんかね、南の島に流れ着いた時に床の人からもらったんだ。お守りだってさ。いいの、お守り勝手に譲渡して。なんかいかにもな工芸品だな。健康な男の人の背骨で作ったんだって。どうしたの。慎んでお返しいたします。とりあえず乾杯しよ。乾杯。健康な人の背骨を引き抜くなよ。皆様、グラスはお当たりになりましたか。それじゃあ改めて、タケルちゃん、ミツルギさん、誕生日おめでとう。乾杯。乾杯。いいね、こういうの。こんなところにいたのか。まあ、さすがに疲れたよ。みんなはまだまだ元気のようだが。女ってのは集団になると10倍くらい元気が出るんだよ。特に甘いもんがあるとな。そうか。メイヤも逃げてきたのか。いや、そなたを探していたのだ。俺を？これを。え？小さな箱だな。開けていいか？うん。指輪？ミツルギ家当主から認められたものだけが手にすることのできる指輪だ。え？これを持っているのは世界に5人とおるまい。マジでそんな大変なもんもらえねえよ。そう言うな。今その指輪には何の意味もない。それは当主から送られて初めて意味があるのだ。私はまだ当主ではないからな。指輪には三つ剣名やと信じられないくらい細かく、でもはっきりと彫り込まれていた。今その指輪は私がそなたと過ごした時間を証明する、いわば思い出の指輪に過ぎぬ。メイヤ。もっとも、タケルが何か困った時、お守りぐらいにはなるかもしれぬがな。お守り？うん。それがあれば、つくよみの一人や二人、動かすことぐらいはできる。おっきいな。つくよみさん？それは確かに十分だ。つうか、つくよみさん二人もいらないけどな。だが、タケルはそのようなものに頼るほど困ることはないか。だといいけど。とにかく、その程度のものなのだ。気にせず受け取ってほしい。ありがとう。ちなみに、
このことはつくよみには内緒だぞ。え、なんで？あれはいろいろとうるさいのでな。では。あ、おい待てよ。ん？こっちの誕生日プレゼントまだだからな。あのさ、俺からもあるんだけど。え？こんなものもらった後じゃ都合悪すぎるけど、これなんだけどな。開けてもいいのか？あ、そうだな。そのまあ、なんだ、何がいいのかよくわかんなくてよ。やっぱり見ればわかるか？いかにも安そうだもんな。正直バラすとな、それカッパギクレーンの商品なんだよ。ほら、あのゲーセンの前にあるやつ。やっぱ気に入るわけねえか。ごめんな。私は。でもこういうのってもらえるだけで嬉しいよな。え？私はどうしたらいいんだ。どうしたらって。そなたからこのような贈り物をこれほどまでに嬉しいとは。メイヤ、本当にもらってよいのか？え、それは。返せと言っても返さぬぞ。言うなら今が最後だぞ。本当にいいのか？いいのか？そんなもん渡さねってくらい抱きかかえながら睨むなよ。かわいいな。その絵を用意しようとほしかったな。それはメイヤのもんだ。そんなもんでよければ受け取ってくれ。メイヤってこんな顔するのか。一生の宝物だ。そんな大げさな。かつてこれ以上価値のある贈り物をされたことがあるだろうか。私は、なんと幸せ者なのだ。何があっても、これは絶対、花さん。そっか。なんかそんなに喜んでもらえるなら、もっとちゃんとしたものを買えばよかった。物の価値は、それを最後に手にしたものが決めるのだ。私にとってこれは、世界一貴重なものだ。それを最後に手にしたものが決めるって、めちゃくちゃいい言葉だよね。そなたに心よりの感謝を、本当に。これを部屋に持って行ってもよいか？メイヤのだって言ったろ？部屋でゆっくり眺めろよ。あまりの茶室さに愕然とするぜ。うん。ならばそれを堪能する。なあ。では。ありがとう、タケル。まさかな。あんなに喜んでもらえるとは思わなかった。クリスマスプレゼント、もっと真面目に考えてみるかな。はーい。タケルちゃん。スミコか。今、ミツルギさんとすれ違ったよ。大事そうに何か抱えて、すんごい嬉しそうな顔してたけど、何かあげたの？ん、まあな。へえ、何あげたの？人にはとても言えないほど貧相なもんだ。ん？物の価値はそれを最後に手にしたものが決めるんだとさ。そっか。で、どうした？うん、はい、これゲーム会社、どうした？せっかくだからさ、ちょっとやってみせてよ。ああ、いいぜ。で、ゲームは？もちろん買ったよ。何買ったの？お前しちゃ気が利いてるな。っていうか、ゲームはみんなが買ったんだけどね。へえ。みんなのプレゼント開けてみた？ああ、いや、まだだ。だよね。はい、これ開けてみて。あ、ラジオ実況プロサッカー F0.1、 F1 じゃないのか。ムッシュドリルの2。元ネタが全部わかればな。てかこれが一番わからん。ほほ、エネルギアチョビットゲーム街、サッカーにレース、パズルにアクションか。壺を押さえたラインナップだな。これでいっぱい遊べるね。ああ、あれ、なんか飛ばした、長押しした、気のせいか。なぜやろう、嬉しいんだけど何か複雑な気持ちだ。なんで情緒にかけ。いや、あんなもらった後だからだよ。ま、これはこれでよし。ねえねえ、何かやってみせてよ。ん、まあいいけど、みんなはつくよみさんたちと遊んでるよ。すごく仲良しみたい。かわいそうに。ねえ
ね、それより早く。はいはい。ムッシュドリルの2をセットして電池を入れてスイッチオン。綺麗なカラー液晶画面が楽しげなメーカーロゴを表示し始めた。ゲームボーイアドバンスみたいな感じだな。うわ、綺麗だね。ゲームボーイアドバンス以外にも出るか。出るな。多分あれだもんね。なんだっけ、ゲームガイだからゲームギアかな。今回で驚くなよ、おばちゃんじゃあるまいし。うるさいな。あ、かわいい。画面ではちょこまかとかわいいキャラが動き回っていた。落ち物の発展系のパズルアクションで、これの元祖はもう散々ゲーセンでやり込んだ。かわいいかわいい。ねね、早く動かしてよ。ぷよぷよみたいな感じか。落ち物って、ああ、これはこれで。誰のプレゼントだ？誰だと思う？ね？委員長だな。当たり。俺が思うんだな、サッカーは頭で、F0.1 が、あやみね。エネルギーがちょびっと、ゲーム外は、みことってところだ。すごいよ！大当たりだよ！さて、俺の腕前を一緒見せてやろう。うん！あ、こういう感じいいね。大丈夫だって。あー、そこそこ！わかってるって。うるせえな、いいんだよこれで。あ、クリアだ。はぁ、かわいい。どんなもんよ。すごいすごい。まだノーマルレベルをクリアしただけだから、まだまだ先は長いんだけどな。そうなんだ。とりあえず、もういいだろ。うん、ありがとう。サンキュー。え？誕生会のこと。あ、うん、私は別に。メイヤの誕生会のことを考えたのお前だろ。タケルちゃんだよ。変なとこ謙遜するな。よくやったぞ、褒めてやろう。ありがとう。そうだ、今年のクリスマスは何が欲しいんだ。え？プレゼントだよ、クリスマス。え、くれるの？なんだよ、毎年やってたろうが。だって去年もうこれで終わりだぞって。ん、そんなこと言ったか。言った。そっか、よく覚えてんな。タケルちゃんのことは絶対忘れないもん。そういえば、あの時からだよね。タケルちゃんが私にプレゼントくれるようになったのは。あの時？ほら、ちっちゃい時に、私が朝まで起きててサンタさんが来ないって泣いた時。ああ、よく覚えてんな。どうしてだろう。あれははっきり覚えてるんだ。今思えば、あの時タケルちゃん、サンタさんの代わりに私にプレゼントしようとしてたんだよね。知らん。クリスマスにも誕生日にもタケルちゃんいっぱいくれたよ。適当にな。そうだね。中にはガラクタみたいなのもあったけど、それでも全部宝物だよ。またまた適当なもんやるとマジ怒りしてたじゃねえか。うん。ただのくせに好き勝手言えやがって。それは言ってみただけだもん。まあそれを言える関係だってことだもんね。あ？タケルちゃんからもらったものは全部持ってるよ。この間ね、ただの宝物から一生の宝物に格上げされたんだよ。なんでよ。それは私が教えたら意味ないよ。あ？それよりそろそろ戻ろう。主役がいなくちゃ意味ないよ。あ、おい、引っ張るな。その誕生会のあれはないんだな。あ、これあれか。もう温泉行くのか。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。